1835年に描かれた肖像画ジョルジュ・サンドはフランスの作家であり初期のフェミニストとしても知られる。本名をアマンディーヌイコール・オーロールイコール・ルシール・デュパン、リュードーバン・ダンシャク夫人という。1804年にパリで軍人貴族の父と庶民の母との間の混前人娠子として生まれた。彼女の祖祖父には軍事思想家のモーリス・ド・サックスがいる軍事貴族の家系である。 父が早く亡くなったため、子供時代は、アンドルケンノアンにある父方の祖母の館で過ごし、この田舎での生活は後に、ノの沼、愛の妖精などの伝言小説のモチーフとなった。1822年に、カジミール・デュドバン男爵と結婚し、モーリス、ソランジュの一男一女を産んだが、間もなく別居し、多くの男性と恋愛関係を持った。1831年に、 ジュール・サンドーとの合作で、諸女作、ローズ・イ・ブ・ランシュを書き、これ以後、サンドのペンネームを使うようになった。その後、アンディアナで注目され、また断層して、社交界に出入りして、話題となった。1833年から1834年にかけて、詩人のアルフレッド・ド・ミュッセと、またその後イシパジェロ、音楽家、フランツ・リストとも関係を持った。 さらにフレデリック・ショパンとは、1838年のマジョルカ島への逃避行から始まり、アンドル・ケン、シャトール・ウキンコーノアンで、1839年からパリ9区ピガル通り16番地のサンドの家で、同棲した。1846年から翌年頃まで、夏季のバカンスの時期は、ノアンで過ごした。1842年に9区テブー通り80番地の、 スクワール・ドルレアンの隣同士の番地建物で暮らした。しかし、彼女の子供たちをめぐるトラブルなどから別れた。1840年代には政治志向を強め、民主主義、社会主義の思想を懐いて、アラゴ、カール・マルクス、ミハイル・バクーニンら政治思想家、活動家と交流した。1848年の2月革命に際しては政治活動に参加したが、 その後の案に陰性し、執筆に専念した。その後も、女性権利拡張運動を主導するとともに、文学作品を書き続け、ビクトル・ユーゴー、ギュスターブ・フローベール、テオフィル・コーティエ、コンクール兄弟ら多くの文学者と友情を結んだ。ジョルジュ・サンド、ありがとうございます。